皆様、本日は気ままにミリカラジオをご視聴いただき誠にありがとうございます。この番組は YouTube NRS でお聞きいただけます。毎週火曜日12時15分お昼休みにちょうどいいのんびり聞ける30分間、ミリカローデン中川で開催されるイベント情報などをお知らせする番組です。それでは30分間ごゆっくりお楽しみください。Hey, good afternoon, everyone! 気ままにミリカラジオのお時間です。本日も文化振興課の友永と森重、松永でお届けいたします。最初の気合のあるのかないのか微妙なちょっと先週のテンションとだいぶね、ですね、ちょっと違いましたけれどもやっぱこう時間帯っていうのは大事ですよねそうですねいやいや、なんともう12月になってしまいまして12月といえばそうですね、クリスマス、メリークリスマスですよねですね。南駅はもうクリスマスイルミネーションは、23日から、点灯しているということで、ここの場所からもこう見えますけど、はい、綺麗でしょうね。そうですね本当にちょっとこう2階っていうかね、見えないところにあるの で、ね、少しぜひ上まで上がっていただいたら、そうそうそう、上まで上がっていかなくちゃ、いかなければ見えないというのが少し残念なんですけれども、うんうん、でも駅降りられて、そうですね、この広場はなんか開放感があるので、はい、上がっていただけるとすごくね、うんうん、そうですね、うん、昨年もなんか飲み会の後にここで写真撮りましたそうですよね、ぜひその帰りでもぜひ見ていただければ、そうそうそう、駅の4階で飲んで、うん、その後にそうですね、はい、その流れで写真撮影みたいな感じですけどですね、まあ、イルミネーションを見るとクリスマスという雰囲気を味わえるんでしょうけど、そうですね、皆さんね、どのような感じでクリスマスはまあこの中でも一番若い友永さんと言ってありますけどね、そうですね、12月なのでクリスマスですね、はい、やっぱりイルミネーションなのでよく行く博多駅、はい、よく行く博多駅、よく行く博多駅もガラッと模様替えをしたり行きました、はい、行きました行きました行きました、イルミネーションと、はい、クリスマスマーケットっていうのが今開催されてて、そこで合わせてすごくなんか人がいっぱいいて賑わってるような感じの、はい、今博多駅が一番綺麗かな、規模がやっぱり一番大きいな、規模とそうですね、一つにまとまってるのであそこの広場ですごくね、毎年ねいいですよ、もう玄関口、博多のね玄関口なの で、もういろんな年代といろんな人種の方が結構いらっしゃる、でそこで、まあ、広場があって、クリスマスマーケットいろいろな出店お店が出てて、うん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 、そこのまずステージがあって、いろんな歌手の方とか、はい、まあ、芸術家音楽をしてる人たちのステージがこうずっと順番にあっていくんですよね、だけど、まあ、それも楽しみながらゆっくりちょっと一人で、ホットワインっていうのがあるんですけど、温かい、一人で一人でそこにちょっと注目、あ、一人で、ね、楽しんでる方もいますよって、あ、なるほどなるほど、ちょっと待ってください、ほら、まず最後まで話は聞いてくださいよ、ごめんなさい、一人で一人でゆっくり、そう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 、でも楽しめるっていう、一人でもクリスマス気分を味わえるっていうことですよね、そうですね、ホットワインいいんですね、ホットワイン、そうですね、温まりますよ、アルコールと温まって、なんかこの前ね、ちょっとニュースで言ってましたけれども、日本って夜が、早い、いろんなものが影響、営業が早く終わっちゃうので、海外の方がすごい、夜ゆっくりっていう面ではちょっと早く閉まっちゃうのかなっていうところなのかな、夜のイベントをもっと、しないと観光客の人がね退屈するっていう話があって、そのニュース私も見たかもしれないです夜の市長、そう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 、それは見ました、夜の市長ってわかります、夜の市に市長ね、市長、なんかうちだったら、例えば竹末市長が昼の市長だったら、ああ夜の市長はまた別にそうイベンター、元イベンターらしくて、そういう夜に
あの開催するイベントとかそういうものを考えている方がいらしてるっていうのを聞いて、まあね、日本の文化としてどうなのかなとは思うんですが、ね、コンビニとかもちょっとこう夜閉まっちゃうところも今ちらほら ね出てくる中で、働きすぎっていう言われている日本人の ね、まあ、なんかだから何かこうカテゴリー的に違うところが動いているのかな、うんうんうん、だってコンサートとかが夜10時からあったりするらしいよ、うん、へー、12時終わってそれから乾杯みたいな感じですかね、うん、そう、うん、だから結構まああのオリンピックでいろんな国の方が来るからそういうことを考えてるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、海外の人よりの、まあ、そういうイベントみたいなものをねしようかな、次の日も仕事があるからですねなんとも、うん、そうですね、でもたまにね週末なんか楽しいのかもしれないですね、そうですね、時間関係なくね、まああのミリカローデンもとりあえず10時までは開館してるんだけれども、うん、なかなか夜のイベントって少ないですね。そうですね。この前のそのゲリカ久しぶりの夜公演ですもんね。まあ、夜公演でしたね。夜公演だったんですけれどもね。まあでも意外とあの、普段見かけないような顔ぶれの方も来ていただいてたので、そういう時間の方がゆっくり来られるっていう方も結構いるのかもしれないですけど、そのコンサートが終わった流れを作ってあげるのも一つかもしれないですね。そうですね、うん、だからもうここまで例えば南駅まで来ればちょっと一杯飲めるところがあったり、終わった流れですね、そういうところがあると、まあ、いろんな方がここに集ってくださったり、ミリカに集ったりすることができるのではとミリカ集いの会みたいな、ミリカローデンね、田んぼの中にあるから ね、あそこから帰ろうっていう考えると、まあ、ちょっと ね、あれですけれどもね、まあまあまあオリンピックまでにいろいろと考えましょうかね、そうですね、うん、あそうね、オリンピックイヤーだからね、パブリックビューイングしようかなとかね、いうようなことをちらりと考えているんじゃないかしらとか、ああ、そうでしょう、なかなかですね、難しいらしいです、とても難しいことらしいです、放映権か、そうかそうか、ちらっと聞きました、それありますね、まあでもできたらですね、ラグビーの時もそうだったんですけど、やっぱりみんなで共有できるような、まあ、スポーツとかそうですけど、みんなで見て盛り上がるっていうのが一番楽しいかなって思うので、はい、そうだね、そういう何かできたらいいんでしょうけどね、そうだね、中川市もね、市になったことだし、そうですね、春日市はラグビー、まあ、あそこはキャンプ地なってたので、なんかパブリックビューイングみたいなのも確かしてありましたね、ニュース、そっか、ラジオでやってました、やっぱそういうのするのも結構大変なんだね、と思いますよ、結構うう、ただテレビ流していいとかね、なんか簡単に考えてましたけどね、うん、決まり事が、まあ、こそっと、そうですね、あの事務所の中でラグビーやるよけん変えてみんなで見るとか、そのぐらいはまあいいんでしょうけど、そうね、人が集まってくるとまた違うんでしょうね、なんかまあ、まあ、都会というかエンジンとかもまあクリスマス真っ盛りで、はいはい、この前福銀の、点灯式ちょうど行った日が点灯式で、あ、そうなんですね、やっぱコンサートありの、そして点灯式っていうのがもう今もう定番みたいで、綺麗でしたよ福銀の前は、福銀の、あの福銀、あとは慶応公園もいつもの通り、あの綺麗にしてあります、慶応公園もすごいですよね、だから博多が終わればっていうか、博多駅の前のクリスマスマーケットもあるけど、今度天神のその慶応公園のクリスマスマーケットもあるので、あれ今同時開催中じゃないですか、同時開催ですかね、そう、博多と天神は同時マーケット、まだね、会ってなかった私たち以外、あの行った時は先週というか11月の末だったけれど、はいはいはい、まだ会ってませんでしたけれどもね、じゃあ博多南駅の場所を見て、そのまま博多に行って、天神回っていろんなところのねイルミネーションを見て、いやいや若い頃は巡り行ってましたよ ね、 そうね、イルミネーション巡り巡るんですか、行ってました、巡るんですか、ほらももち、シーサイドももちとかもあったでしょ、そう
なんかこうすっごいクリスマスの気分を味わえてましたよね。子供がね、最近ちっちゃかったからだよね、うん、子供小さい時ね、結構行くんですよ、いろんなところ。本人は覚えてないかもしれないですけどね、自分もうカウントダウンとかもすごい行ってましたから、うん、いや、ほんと盛んな時期があってベイサイドプレイスとかいろんなところでね、カウントダウンがあってたんですよ。今もほら三井じゃないね、なんとかグリーンランドとか、うんうん、ハウステンボスとか、そうですね、してありますね。そういうところが主になっちゃったけど、昔はもうちょこちょこ市内で会ってて、福岡市内でね会ってて、もう子供を連れて行ってましたもん。迷惑な話ですよね、よく考えたら眠たいのに本当に連れ回されて連れ回されてピカ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 言いながらね、そう、花火大会とかも ね、子供がいるとやっぱりそういう風にちょっと思い出をね、世代がためにね、作ってやろうかなとか、そうそうそうっていくわけですよ、そこがね。あとはもうほら、男性は彼女のためにとか ね、彼女のために、2人のそうそう思い出作り、彼女は彼のためにいいなもう一回言ってもらっていいですか彼氏は彼女のために彼女は彼氏のために、ワンフォアオールオールフォアワンみたいな感じね。ほんとちょっと違う、いいじゃないですか、でも夢があってね、さきさきのだんだんこんな風になっていくっていうね、なんか素敵じゃないですか、こんな風でクリスマス感がなくなっていくっていう ね、 ほんとほんと、なんかイルミネーション見てもなんとなくクリスマス来るのかなみたいなね、今はそうそう、ほらプレゼントもね、まあ、そうよ、ワクワク感、そんなにくれる人いなくなっサンタさん来ないんですか、自分で買わないといけないから、チキンも自分で買いケーキも自分で買いね、大人ですからね、うん、でも、もうね、私はね、いいクリスマスになるといいですね、そうですね、いいですね、12月、うん、いつか知ってますよね、12月の 26とかでしたっけそれぐらいがいいかもしれないですね過ぎた頃、過ぎた頃のサプライズ26日、今度なんか並びがなんかありましたっけ、火曜日と水曜日になるんだな、クリスマスが火曜日で、ね、水曜日が月、あ、違う、火水か、うん、それすらもそうそうだからちょっと並びが悪いっていうね、平日っていうことに、ね、お仕事が終わりなのか有給を取るのかわかりませんけど課長が有給取りなさいって言ってます、そういえば、そうね、そうそうそう、取らなきゃいけない、24、25もし友永さんがいなかったら、うん、あークリスマスかって思っときますそしたらこの辺からいないでいいですけどね、1、2、3、4自分でなんか大連休を取ろうとか思ってますや二度とミリカに来れなくなるかもしれないですけどいいじゃないですか、まあ、取れるときは ね、 ね、取らない、そうそうそう、取らないとって言われました、うん、もう24から27まで休み取ったらもう休館じゃないですか、うん、そうそう、休館ですよ、休館してしまいますからね、ゴールデンクリスマス今日あれですね、はい、英語をもしかしてほらちょっと友達さんに負けずにちょっと頑張っちゃおうかなと思って、いいですね、いい傾向です、はいはい、映りましたね、いいですいいですね、はい、そうやってみんなで英語を使っていきましょう、はい、そうですね、はい、で先週はミリカローデンのいろんな募集とかそういうものをご紹介いたしましたけれども、今日はですね、お隣さんの、子ども館、はいね、のイベントをですね、はい、ちょっとお知らせしたいなと思っております。じゃあ今日ゲストに塩川さんそう、塩川さんどこに隠れてるんでしょうね、呼ぶの忘れました、はい、忘れてしまいました、はい、ということでちょっと、広報が12月に出ました、そうそうそう、届いてました、うんうんうん、皆さんのお手元にも届いていると思うんですけれども、表紙が素敵な、そうですね、うん、これ、市民文化祭のそうですよ、ね、じゃないかなと思いますけど、フラダンスですね、はい、フラダンスの撮ってますが、最後の方の28、29なのかなのページに、スケジュールが紹介されていて、うん、なんとふれあい子ども館もですね、イルミネーション点灯があるらしくて、なんですよ、いつからだろう、12月の1日5時半から26日の
21時までということでもう点灯しておりますね。ちょっと見に行かなきゃ、はい、そうそう、はい、市民の市内の学生ボランティアの皆さんと作成したイルミネーションをふれあい子ども館のキッズガーデンに飾ります。なるほど。あの外のところか、あの角かな、角、ね、駐車場の、うん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 、だね、そこに飾って、点灯しておりますということになります。そうですよね、最近学生のボランティアさんをちらほら見かけますもんね、子ども館の方は。そうなんですね、うん、それから餅つき大会、おー覚えてますよ、はい、12月の22日の日曜日、うんうんうん、11時から1時まで。これは、未就学児は保護者同伴、子ども館の前の駐車場あるじゃないですか、はい、あそこを、餅つき会場にしてお餅の販売も行います。材料がなくなり次第終了。できたって美味しいですからね、はい、うん、まあ、予約はなしで OK ということになります、はい、それから我が我が、はい、我が、うん、今日あれですもしかして、ええ、このまますーっと、いや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 、まだまだまだ先、はい、はい、我です、はい、そうです、はい、九州シティフィルハーモニー室内合奏団が、うん、今度は子ども館で子ども向けの演奏会を12月、これも同じ日ですね、同じ日ですね、はい、落ち着きが終わってから終わった後、はいはい、午後2時から2時半まで、はいはい、と開催するようにしております。ちょっと外で会った後に中に入って、中に入ってもらって、うん、そうね、演奏を聞いてもらえると、美味しいお餅を食べた後にゆっくりと聞いていただけるってことですね、うん、そうですね、これはお子様向けの演奏会ということで、はい、ミニ演奏会があります、はい、それから、まあ、クリスマス会ですね。24日じゃないですか。子供はね嬉しいよね。休みがもうこの日からかな、いつだろう、24日、ね、25ぐらいまでかな、結構早いですもんね、うん、今ねですけどね、ちょっと分かりませんが、24日の火曜日、はい、1時から2時まで、うん、これ未就学児の親子って書いてあります。クリスマスのお話やクリスマスの曲に合わせて踊ろうということで、未就学児と幼稚園、保育園、そうですね、そこまでっていうことに なってますね。午後からになってるからもう休みにもしかしたら入ってるのかな、うん、そうですね、かもしれないです。予約はこれもいりません、はいはい、で最後、わあギリギリまで頑張りますね、27日、おこれうちもしてるじゃないですか、えうちもしてるじゃないですか、これそう、まあですけど、しめ縄作りが12月の27日の金曜日の2時からですね。これも、全部全対象って書いてあります。未就学児は保護者同伴です。でしめ縄を作って新年を迎える準備をしましょう。材料がなくなり次第終了ですが、これは有料です。あのお申し込み予約がいりますということですので、ふれあい子ども館の方にお問い合わせをお願いいたします。すごいですね、結構こう12月はバタバタといろんなですね、クリスマスありの、うん、正月準備がありの、うん、ね、にぎやかな子ども館ですね。そうですね、で、あの12月の8日にあの人権フェスタ、うんうんうん、はい、がまたアメリカローデン中川で、開催されますけれども、はい、まあ、それに合わせてふれあい子ども館の方でも、12月の8日の1時から2時まで講演会があります、うん、まあ、子どもの権利っていう、子どもの権利条約って聞いたことある？あんまないですかね、はい、あんまりないですね、まあ、あの仲買者は多分批准したと思うんですけれども、うん、まあ、子どもの権利ってどんなものかなっていうのが多分思い浮かぶ人が少ないんじゃないかなと思うので、うん、まあ、そういうことを、まあ、子どもの権利を考える講演会ということで、うん、子ども館の方で講演会が行われますということです、まあ、子どもの生きる力を育てよう、子どもに権利が、子どもにも権利がありますよということです。まあ教育を受ける権利であるとか、ね、幸せに自分が生活する権利があるとか、うんうん、子供だからみたいな感じって結構ね、そうね、うん、日本は特に、まあ、女子供っていうことで
言われることが、ね、その言葉自体がありますからね。だからまあ子供も一人の人間として尊重してですね、尊重しましょうっていうようなベースの、ことから生きる力どういうふうにね、あの子供がつけていったらいいのかなっていうお話になるじゃないですかね。虹色キャップの、事務局長の方のお話があるということになっております。楽しみ、ね、まあ本当楽しいながらもね、この子育てしながらも、うん、やっぱり子供の権利とかあんま考えないでそのまま子育てしちゃってる人もいるので、うんうんうん、この機会にぜひね聞いていただければと思っております。はい、まあ子供館たくさんの、12月、プログラムがいっぱいですので、広報をまた詳しく見ていただいて、ぜひ子供館の方にもお越しいただきたいと思います。はい、で帰りにねミリカローデンの本館に寄っていただいて、そうですね、はい、いろいろなんか情報を得て図書館で本を借り、そう図書館はもう多く借りれる月ですよね。そうですね、はい、14日からだったかな、うん、2週間借りれる日にもなるので、ぜひぜひ、ミリカローデンをご利用いただければと思っております。はい、よろしくお願いします。ね、今日の行きましょうか。あートピックス、あ今日はもう全然聞こえませんですね。探り探りでした。探り探りでございましたが、今日のトピックス、そうですそうです、うん、あ今会いましたよ、はい、松永さんと。もう一回いいですか。はい、どうぞ。あれトゥデイストピックス、ちょっとずれましたね。すいません、どこで来るのかすいません、はい、これ何回になるかっていうぐらいのなんですけど、すね、なかなかね合わないですね。合わないですね、はいはい、じゃあ今日のトピックスなんですけれどもはい、はい、今回ですねまあこれも広報に載っているんですが、町の伝統的な祭りという、うん、こう冊子ができまして、おー、はい、これね、ちょっと可愛いイラストで、ぜひ手に取ってみていただいてご購入いただきたいんですけれども、コンパクトですね、かなりいい感じです。 B5 サイズっていうんですかこれね、うんうんうん、A5 サイズって、英語か、A5 サイズですね、 A4 の半分だから A5 サイズなんですが、中川市のいろんなお祭りについて、広報にいつもあの連載されてたんですけれども、はい、それが一つの冊子になりまして、はい、これをね今日ご紹介したいと思います、はい、で来週ですね、まあ、編集をなさったあの方にもちょっとお越しいただいて詳しい話は聞こうと思っているんですけれども、はい、とりあえず発行はですね、歴史と文化のまちづくり協議会で、中川市の、中でいろんな、歴史について活動されている団体の方々の協議会の方があの中心となって作られたものなんですが、まあ、なんか東京のイラストレーターの女性の方なんですけれども、その方に挿絵を描いてもらったりして、とっても可愛らしいあの挿絵になっておりま す, で, す、ね、で、祭りってどうですか。何個か大きいのは知ってますけど、いくつかポツポツと、例えばうちと関わりがある伏見神社の、うん、はい、あの祇園祭ですかね、岩戸神楽、そうですね、それは毎年行ってるのでそこは知ってますけど、そうですね、あとはあと今からのし、あのこれから毘沙門天、うんうんうん、入ってますね、12月でしたよね、そうですね、うん、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、へえ、そんな12個のお祭り、伝統的な祭りについて、それが一目見てわかるようになってるんですよね、なってます。だからまあ、あの今月ですね、冬至の日に行われるその毘沙門天大祭、うんうん、別所の、はい、あの頃にあるんですけど、結構行かれてる方多いと思うんですけど、うんうんうん、かぼちゃぜんざいが振る舞われるということで、いいですね、寒い時期に、寒いんですよ、ね、朝も早いんでしたっけ、うん、早いです、
とき寝ないで行くぐらい、あ、そうね、寝ないで行く、もう寝ちゃったら起きれません、そうね、感じですけれども、はい、まあそういうものね、あとよ、私天皇様ごもり、あの安徳大の、実はあの今のそのとてもホットな安徳大遺跡のところに祠がございまして、はいはいはい、安徳天皇をお祭りしている、そこでおこもりがあってます。そういう、これは4月の24日に4日、はい、うん、安徳天皇が壇の浦で受水した日と言われてて、それで24日にとかになさってるっていうものはちょっと聞いたりはしますけど ね、 あね、うん、まあ伏見神社はもちろん ね、 いいですけどね、聞いたことはあるんですけど、どういう内容とか、なんでこれをしてるのとか、そういったことは全然知らないので、ね、うんうん、そうです、それがね、詳しく、それぞれにもう分かりやすく、そうそうそう、うん、どういう方が、まあ、子供が見ても分かるんじゃないかな、なんか優しい感じの字で、絵もなんか、うんうん、そうそう、絵もね、あ、字も優しいですね、うんうん、絵がないと読まないですもんね、ね、私も絵が、ね、絵がちょっと、ね、私絵がないと読まないので、そうそう、絵本感覚で絵がないと読まない、次次次、あ、絵が、そう、でも絵のこう優しい感じを見るのもなんかこう和ませられるというか、うんうんうん、そうですよ、うん、だからあのこれ300円です、ちなみに、なんか常にバッグに入るサイズですしね、うんうん、これちょっと持ってるといろんなね、便利ですね、うん、あ、こんな時期にこんなのがあって、うん、あ、これってこういう意味があるんだなっていうふうに、やっぱりあの中川市に住んでる限りはですね、うん、いろんなことをちょっと興味持っていろんなとこ行ってみようかなとか、まあ、新しく中川市にあのいらっしゃった方もたまになんか、うん、どんなイベントがあるの、そうですね、窓口に来られますよね、うん、歴史がどうのって聞くけど、うん、どういう祭りがあるんかねとかね、言われる時あるんですよ、そう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 、言われます、窓口で、そうですね、これどうぞみたいな感じでいいですよね、そうね、これ一冊もう一冊ちょっとお渡しすれば、うんうん、いいんじゃないかなって、もう見やすいしね、いいと思います、で、まあ、どんな思いで作られたのかとか、あのそういうものは次週、ね、うんうん、楽しみですね、あのお聞きしようと思っておりますけれども、はい、これはミリカローデン中川の窓口でも販売してるんですよね、はい、販売しております、はい、受付の方に行っていただければ、うん、すぐにお渡しできる状態になっておりますので、町の伝統的な祭りの、冊子できております、はい、1冊300円でございますので、はい、ぜひ買おう、ね、うん、私もなんか、あ、そうですね、買ってあげて欲しいなというふうに思っております。今日はちょっとトピックスというかチラッとのトピックス紹介でございましたが、はい、まあ、来週もしお時間があれば来ていただいて詳しいお話をね聞きたいなと思っております。今日のトピックスは町の伝統的な祭りのご紹介でした。はい、はいはい、ありがとうございました、はい、さあさあ、じゃあ、あと何かご紹介するもの、あと一つ、12月15日日曜日ですね、おまがたま作りがございます、はい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 、まだまだこちらも現在募集中なんですけども、ええ、まだまだ募集しております、はいはい、受付がですね12月の8日日曜日までになっておりますので、うん、ぜひ小学校の3年生から中学3年生までの児童生徒対象になっておりますけども、うん、参加費300円で、まがたまが古代の作り方をやりながらですね、はい、できますので、ぜひぜひこちらの方もご興味がある方はご参加ください。はい、よろしくお願いします、はい、なんかね、慌ただしくなってきましたけれども、ね、うん、多分あっという間にね12月終わっちゃいますね、おしっこすると思います、うん、はい先輩運用に間違いないです、はい、まあ、まずはいいクリスマスをお迎えした、あ、そうです、ね、あとハッピーニューイヤーを、うん、そうですね、友永さん の、 あのハッピーな、そうです、ね、あれを聞きたいな、そうですね、いや今ため息が出そうになダメですよ、ため息は、いや危ねえ今、うん、みんなみんなそうなんですよ、嬉しいワクワクするんだけど、あ、今年もね
そう、誰かが言ってました。これはため息じゃありません、そう、一息です。あ、いいね、一息。誰とは言いませんけど、はい、聞こえたらいいなと思ってます、その人に。へー、ため息ではなく一息扱おう、それ。あー、いいな。そうですね、じゃあ皆さん、はい、一息つきながら12月を乗り切っていただければと思っております。はい、はいはい、ではそろそろお別れのお時間がやってまいりました。メッセージは info@milica.or.jp までお願いいたします。それでは次回の放送をお楽しみに。 See you next week.